い、皆さんこんにちは。アットブラザーズのアキです。今はね、ドレスデンの中央駅にいます。これから、デュッセルドルフっていう街にちょっと旅してこようかなと思います。それでは行ってきます。今ね、すごい問題が起こりました。僕は、デュッセルドルフ行きの電車に乗っていたはずなんですけど、行き先がね、どっかのタイミングでボンっていうケルンから少し行ったような場所に変わっていまして、それに気づかずままで行ってしまって、今ボンに向かってます。うわー、マジ最悪。ケルンを中心にした時に北がデュッセルドルフ、南がボンなんで、南から北にまた登ってかなきゃいけないんですよね。この後もう1時間半くらいまた時間かかるし、わざるなんですけど、勝手に行き先が変わったりするっていうのはやめてほしいですね。まあこう言ってもしょうがないんで、ボンに着いたら乗り換えてデュッセルドルフに向かいたいと思います。ようやくデュッセルドルフに着きました。長かった、めっちゃ疲れた。今日一日でね、ドイツを横断しましたね。これから、ホテルに向かっていきます。今日は、まあ、2時ぐらいに、家を出たんですけど、結局、宿に着いたのは、まあ、12時ぐらいで、まあ、かなり長距離移動をしたなって感じがします。正直トラブルもあってちょっと疲れました。それでは、おやすみなさい。デュッセ、レッツゴー。ん？行くぞ。デュッセの中心地、まずは。俺のチャリ乗れる乗れる、乗ってみる。ちょっと待ってな。あ、いいいいいい、ちょ戻ってきて、早いね。200キロぐらいですね。パターン使ってます。旧市街散策。出すしゃぶ。出すしゃぶってすごいね。埋めるへんやな。匂うでしょ。ニヤニヤニヤ。あ、そう。まさか社会人になってヨーロッパで仕事すると思わなかったけど、実際何が起こるか全然わからない。まあ、来た波に乗れるかどうか、俺らがお世話になった恩師が言ってたけど、チャンスはあるんだよ。だからそれを使われる準備をしてるかしてないかどうかだ。まあ、それは常に教えとしてあったし、これまたこのキャリアに行くことができる。これからも楽しみにしててくればいいかな。いただきます。あ、めっちゃ久々やわ、ラーメン。あー、美味しい。もうすぐ美味しいよ。美味しい美味しい。普通に、なんか日本のラーメンだね。うん、新高校時代の一番の思い出は何？でもまあ部活だよな。部活は部活なんだけど。うん。
ツッチーが、俺と一緒にボランティアやってて、バックパスで、呼び出されて、昼前から夕方まで走ってるんですよ。結構面白い。交代させられて、怒ってボトル蹴って、走ってるんだよね。走った。朝から晩まで走ってた。何も走ったか分かんねえわ。あれ結構走ると思うよ。心的にさ、日本サッカーとか、欧州サッカーの違いみたいな。どんなことある？まあそうだね、スタッフ役というか、まあ、プレイヤーサポートではあるけど、うん、まあ日本だったら J で、ちゃんと SP 取ってやってるコーチとか監督の下で、こっちではね、ちゃんと日本のプロのライセンス取ってやってる人たちの仕事してるから、見え方っていうのは間違ってないと思うんだけど。うん、アウトレット行きまーす。この辺じゃ一番でかいらしい。やべ、なんかコロナを感じさせない行列が感じさせないね。テラスでご飯食べれるぐらいだからね。あ、そうなんだ。選手の、あの戦術確認の紅白戦、センターバックで入った。え、マジで？マジで。一応なんかあのインターナショナルウィークで、結構アンダーの代表と対戦選手が、1ヶ月間でめっちゃ楽しかった。やっぱスタッフ入ってるからっつってさ、選手はさ、でもガチでやってくるじゃん。だからさ、シーンはさ、プロと戦ったわけじゃん、ガチで。そうだよ。開始15秒でいいポジション取ってシュートコース入ってたからかかんないけど、ライジルエンジンにめちゃくちゃ薄いストライカーのシュートを顔面ブロックした。どう、アウトレット？アウトレット？うん、楽しいね。どこも入ってないけど。どこも入ってないけど、なんかちょっと日常も起きてたな。人が多すぎてね、何もできないし。駐車場に1時間ぐらいかかったけど、ここは解散しよう。そうだね。これも経験ということで、こういうところです、オランダのアウトレットは以上でした。人がすごい。ショッピングセンターを抜けたらそこには風情のある街並みが。おう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 、これはどこ散歩？ここはね、名前もよくわからないオランダの街なんだけど、すごい綺麗。そうだね、めっちゃ。ベルギーからドイツに行こうとしたと、途中にある街なんだけど、なんかいい街。そうだね。確かにここ多分観光地よな。日曜日の終わりには充実したんじゃないですか。したね、めっちゃ充実したね。いや今日良かった。最初は日曜日だからグッセルもどうなるかな。確かに、なんとかなる。いい思い出が出てたな。これちょっとバンバンしてもいいですか。うまいね。なんだこれ、ダッチホームメイド。ダッチホームメイド、よくわからん街に来たら来てみてください。よくわかんないけどすげえいい街。この街よくわかんないけどめちゃめちゃいいんだよな。また日本で。はい、じゃあね。じゃあね、ありがとう。はい、助かった。はい、じゃあねー。